急行鉄路はかつて存在した香港の旧龍と中国大陸の公衆間を結んでいた鉄道路線である。大陸側では高級鉄路と呼ばれる。当初の路線は現在香港側が MTR 東鉄線、大陸側が高新鉄路として運営されている。急行鉄路営団を視察するサーフランシス・ヘンリー名、総督夫妻急行鉄路下団が開通し、新線に入る、 記者1920年代の旧チムシアッツ駅、営領香港を通る旧高鉄路営団が1906年に建設を開始、1910年に開通し、新国領を通る花団が1911年に開通する。ただし営団側終点のチムシアッツ駅は、第一次世界大戦の影響で未完工であり、その後の1913年に完成する。 もともと直通運転だった、この路線は、1949年の中華人民、共和国成立により、国境での分断運転となる。花壇は新鮮駅を終着駅とする更新鉄路となり、A 壇の終着駅はラコ駅となる。1979年には直通運転が復活、以来香港と中国内陸部との大動脈として機能し、関東省の公衆や、 フッツさん、また、北京や上海まで運転されている。1973年、A 岩で伏線化事業が開始される。1975年11月30日、終点のチムシアッツ駅が移されて、急流駅となり、急駅車は、主労だけを残し取り壊される。開業以降、1982年5月16日の、旧関東鉄サ電年開業までは、 1>, 1時間に1本程度のローカル戦前とした運行形態であった。ラコ駅までの電化が完成したのは1983年7月15日である。電化以降、香港領内では深海北部の通勤の足として機能するようになり、それに合わせて沿線の宅地開発が急速に進んでいく。開発後は超高層アパートが数多く建設された。急行鉄路は、 香港成長の部門から会社に組織転換され、1983年2月1日に旧校鉄路講師が成立する。しかし、その後も政府が全株所有し続け、また労使関係や組織の硬直化が問題視された。1988年9月18日、深海西北部のニュータウンに LRT が開通。1990年代の西部鉄路騒動の 建設に伴い、旧高鉄路営団は旧関東鉄となり、軽便鉄路は旧後継鉄となる。2003年12月には、旧流中心部と香港のベッドタウンである、深海中央部とを結ぶ旧高生鉄が完成した。LRT は開通後の長い間香港うちの、その他の軌道系交通とは隔離された存在であったが、この旧高生鉄開業で同時にリンクされ、元明や、 タムロモンといった深海西部地区における交通網整備の飛躍的向上につながった。その後2004年には、ト狩リ・アズマ駅が開業し再び、シムシアッツ地区まで延伸。2009年にはさらに延伸、旧関東鉄と接続し、東西の接続駅は元の起点であった紅れ駅となった。これとは別に2004年には旧高鉄路の支線である、旧高馬鉄が開通し、 新海佐電地区東側のベッドタウンと都心とを結ぶ路線が開通した。この路線も香港島中心部の根週地区まで延伸される予定である。2007年12月2日には経営効率化のためすでに民営化されていた香港鉄路有限公使に運営権が移譲され、車両と施設を香港鉄路有限公使に貸し出す形をとなる。m t r の路線となるに伴い、 旧関東鉄は、東鉄線、旧高生鉄は、西鉄線、旧高系鉄は、系鉄等となる。さらには、新たな支線として、上水駅から伸びる落橋支線が2007年に開通した。今まで鉄道における香港と中国の新線との境界は、ラコのみだったが、二つ目の列車による旅客輸送による境界横断のための新路線である。 KCR 鉄道線の全駅でオクトパスと呼ばれる非接触型 IC プリペイドカードが使用できる。また旧高鉄路行使では KCR 路線上の駅から周辺の住宅地まで旅客を運輸するフィーダーバス路線も展開している。1912年開通、1928年廃止。旧高鉄路は 当初期間6 1 0ト、mm、ルの軽便鉄道として着工されたが工事途中で標準機に変更された。このため不要となった軽便鉄道用の資材や車両を転用して建設されたのが砂東角支線だった。旅客列車は全線1 1 6 7トルを55分かけて走り、かつ客車には屋根がないトロッコのような台車が使用されていた。このため、 1927年に並行する道路が開通すると乗客が激減し、翌年廃止された。1949年開通、1983年廃止。小なれ駅南側の本線上から分岐し、和合席へ至る路線で途中駅はなかった。和合席は大規模な墓地がある場所で埋葬する遺体を運ぶ、霊久列車を運行するために建設され、 生命節や徴用節などの母産シーズンには、臨時の旅客列車も運行された。旧関東鉄の電化に伴い廃止された。ありがとうございます。